お番です。学校です。今宵はこちら、キャプテン翼ライバルスやっていきたいと思います。今回のこちらの動画では、最近発表されたレターの方を確認しまして、その後はミントの方をやっていきたいと思います。今までずっとね、半年間このゲームやってきたんですけれども、結構またね、トークンが溜まってまして、まあそのトークンを使ってね、ガチャしていきたいと思います。まずは簡単にこちらのレター見ていきましょう。今回のレターではキャプテン翼ライバルス 2.0 構想の続きですということで、なんか新しいね、キャプテン翼ライバルス 2.0 というものがそのうちリリースされるとのことです。目指すべきゲームとしては、今までは翼 UT トークンを維持しながらゲームを通じて皆様が安定的な報酬を得るように、様々な政策中心にと行ってまいりました。ガバナンストークンであります翼 GT コインもマーケットに流通し始めておりまして、こちらは皆様と一緒に価値を向上させていくことが命題となります。そのためにも3つのキーワードがありまして、1つ目、より多くの人に簡単に、より面白く、そして最後にキャプテン翼ファンの楽しめるコミュニティへというものを課題として今後ゲーム作りをしていくわけですね。そしてキーワードの一つ目にありました、より多くの人に簡単にということで、まあ、いろんなね、やはり仮想通貨 BCG ゲームにはいろんな課題があります。ウォレットの作成であったりね、仮想通貨の購入のハードルということを解決すべく、この 2.0 ではですね、すごいですね、これアプリ化であったり、クレジットカード決済、そして初期のお試しプレイ、フリートゥープレイがアップデートの予定とされております。この2つが今実現できているといえば、ゼノですよね、プロジェクトゼノ。あれも完全にアプリとしてなっておりますし、クレジットカード決済もできていますので、アップストアの方でもね、上位にランクインしてるんじゃないでしょうか。またこれのね、このフリートゥープレイは、まあこれ賛否分かれますよね。どのぐらい稼げるか、新規をね、どんどん入れていくんだったらいいとは思うんですけれども、ここら辺のバランスっていうのは難しいんじゃないかなと思っております。そしてキーワード2、より面白くということで、これアリーナモードが今度出てくるわけですか。今も PVP モードっていうのはあるんですけれども、まあ、このね 2.0 の方では11対11のゲームモードになるので、より多くの NFT を持つ必要がある、まあ、これよりね、ハイ課金者を生み出しそうな予感がします。そして最後にはフュージョンについて書かれております、まあ、NFT の合成のようなものでしょうか。そしてここからは既存のプレイヤーに対するね、アップデート内容、これが今回のメインですね。新パックリリースダブルミントキャンペーンです。本日7月21日よりミントした際に、一定の確率で新パックが出現します。またダブルミントキャンペーンも開催されておりまして、これもまた楽しみですね。で、結構ね、ここ賛否両論というか、ピの方が多いかもしれませんが、この翼 UT トークンのアップデート、これだよ、これやばいんだよね。今までのね、20% から 50% への変更、これ手数料がね、めちゃくちゃ高いわ。しかもそれになおかつ、出金上限の獲得料、今まで1回これライバルモード、PVE モードやると10トークン出金できてたものが、これ5トークンしかできなくなるんだよ。まあね、これ持続的な長期的な経済圏が目的なのはわかるけど、もうこれね、翼 UT トークンでは稼げないってことをね、証明してますね。無理ですわ、これ翼 UT では。それをね、ほのめかすかのように 2.0 のローンチに欠かせないのは翼 GT コインです。現在1箇所の取引所のみの取り扱いではありますが、皆様が手に取りやすくなるように調整を重ねておりますって、このことがあります。先ほどまで話してたね、翼 UT トークンっていうのはこれなんですけれども、もうこれでね、稼ぐことはほぼ不可能。ガバナンストークンであったり、このポリゴンマティックでね、稼がないといけないゲームに切り替わったと思っております。そして今回、ミントスクロール2枚用意しました。だからさ、今から、この選手、この漫画持ちのね、この選手、ブライアン・クライフォートを使って、ガチャガチャしていきたいと思います。やはり目指すべきところはダブルミント、2つのミントが出たらいいなーっていう感じ、またはアンコモンですよね。それに加えて、まあ最近出たその新キャラが出たら、まあバンバンザイって言ったところでしょうか。まあチャンスはね2回ありますので、
あと属性としてはこれ速さが欲しいね。私速さ持ってないのでそこが欲しい。スピード属性が欲しい。ミント350トークンかけてやっていきましょう。これ 350×40 円っていくらよ。1万4000円ですよ。結構高いね。よし、やっていこう。1万4000円ミント2つ出てくれれば万々歳。ダブルミントキャンペーンカモン。これってさ、コモン1個だよな。ちょっと待ってくれ。開けますよ、売らないで。今ちなみに私は NFT5 枚持ってますので、これ開けると 6体目です。行きましょう。コモンって書いてるもんな。じゃあここまで来ると新しい新キャラかスピード属性、あと漫画枠だったらなおよし。来い、オープン。ナポレオン。おーでも、おえ、おーでも、おえ。おーコモンやっけマジかよ。キャプテン翼の、キャプテン翼の女神が微笑んだよ。ルイ・ナポレオン、マジ？漫画枠でアンコモンって激アツじゃね？やばい、手震えんだけど。マジかよ。ちょっとさ、このアンコモンの漫画枠持ちさ、マーケットで調べてみない？おい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 、やばくねえか？マジ？え、570マティックってやばすぎない？一番安くて570マティック。脳汁半端ないんだけど。興奮が収まらない状況なんですけど、まず引き続きね、もう一回ミントしていきたいと思います。やべえよな、マジ。ドキドキ、ドキがムネムネなんですけど、ミントしていこうか。本当はね、このアンコモンのこと一緒にミントさせてあげたいんだけど、UT トークンがね、ちょっと足りなかったので、違うことね、ミントをしていきたいと思います。さっきこの二人がミントしたからクールタイムが発生してますので、この子ですね。あれ？ミントスクロール2枚必要なのか。ちょっと買ってきます。よーし。ミントスクロール買ってきたぜ。残り470トークンしかねえけど、まあいいべ、いけるべ、大丈夫。もうね、 UT トークンいらんから、頼む。みんなも祈ってくれ。もう一回カモン、キャプテン翼ライバルス養分ムーブいきまーす。はいはいはい。あーでもこれあれだ、ダブルミント、ダブル双子ではないねってなると、あとは残る可能性は 3% のそのアンコモンか。引きましょうか、引きましょう。つらっはごめん、知らん、知らんわこの子。だって新キャラでもないっしょ。まあ、で、技か。技だよな。技だよな。スピード属性が出ねえわ。はい、といったところで、今回ね、ミントを2枚やってきまして、UT トークもカラッカラっぽ。だけど、収穫としましては、まあ、アンコモン出たからいいんじゃない？価値としては5万円ぐらいの価値はありそう。こんな感じで、現在は NFT7 枚体制となっておりますが、まあ、多分売るだろうな、さすがに。まあ、わからん。もうちょっとね、いろんな情報を得て考えていきたいと思います。今後もキャプテン翼ライバルズの動画を上げていきたいと思いますので、お時間あるとき見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。せばまた。今日は焼肉だな。